三重県松阪市伊沢町伊沢神社です。この町に伝わる伊沢祇園祭りは300年以上の歴史を持つ勇壮な祭りです。神事が始まりました。神様を神輿に移します。伊沢は上流の乳で採れた水銀を原料とした伊沢鶏粉で栄えた町です。伊沢鶏粉は伊勢おしろいとも呼ばれ、女性の白い肌を演出するおしろいを産業に発展させました。この繁栄が伊沢に大量の富をもたらしました。伊沢の豪商が江戸や京都に進出した流れで京都の祇園祭りを取り入れたのが起源と言われています。いよいよ神輿宮出しです。神霊を宿した神輿を男衆が担ぎ階段を下ります。担ぎ手たちは暑くても鉢巻きをしたり帽子はかぶりません。男衆は神の使いだからです。町の人たちは決して神輿を上から見下ろしません。300年続く厳格な祭りであるからです。神輿は約480キロあります。急な階段を重さのある神輿が降りていく姿は迫力があり、また見どころです。男衆の担ぎで階段を無事下りました。神輿は激しい竹ゆすりを披露して伊沢の町へ繰り出します。